東「わんぱくわんぱく」わんぱく「にしぬあつべつぬあつべつ」 東方大関わんぱく札幌市出身南急部屋西方小結無厚別札幌市出身卓部屋呼び出しは大輔行事は海坊主本日結びの一番であります3日目の結びです 牛乳パックで紙相撲はワークショップみのり椿むつ子オフィス以上のご協賛を頂戴いたしております30歳になりました大関わんぱく初日2日と2連勝特に初日の備前焼き戦は2分もの長い相撲を白星をつかみ取りました勢いに乗っていけるか全勝の大関陣は 現状このワンパクのみです対するヌーアズ別ベツは初日、2日と全く制裁を書いています元大関として意地を見せたいところさあ解説の海坊主さん。はい いかがですかねヌぬー圧別が元気ないですからね元気ないですね本当にこう一時から比べるとずっとこうなんていうんでちね復活の兆しが見えないと言いますか、はい、本当にうまい相撲を取る力士だったんですけれども俺はなかなか前に出れないですねまぁ、あ、投げにも行けないしっていうところが ありますお腹とるんで引き技もっていうのもなかなかできない状態でございますのでなんとかねこぬん圧別あたりの力士がまた這い上がってくると盛り上がると思うんですよねそうですよね先場所も対戦がありまして同じく3日目でしたこの時の取り組みご覧くださいこの時は浴びせたワンパクに対して 左からの上手投げだったんですよねこれができる力士なはずなんですよ、本当にあの浴びせ倒しがこう主流な牛乳パックで紙相撲の中で浴びせ倒しに対してこれだけうまく相撲が取れるという力士ということで、はい、なかなかいい力士だったはずなんですけれども。 え先場所もヌーナツ別は2日連敗の後このワンパク戦で勝って、えー、そこでやや調子を取り戻したということもありました、うん、ですので何とか勢いに乗るためにもそうです、ね、この一番取っていきたいところでしょうワンパクも浴びせる一戦ですねそうですね。ヤきミりもさんありがとうございますヌーという掛け声もいただいておりますありがとうございます,いますただ大関陣としてはワンパクが負けると、えーうん、今日はなんと <laughs> ね3人負けてますからね 大関陣頑張ってほしい左大関ワンパク右小結びのヌーアツ,ツの取り組みです浴びせ倒せるかワンパク、えー、押せるかヌーアツ,ツという相撲制限時間いっぱい結びよしやっていぶつかりました下がった突き倒しヌーアツ,ツの勝ち大関またまた敗れましたただいまの決まり手は突き倒し突き倒してヌーアツ,ツの勝ち みんな出てこないでください。チャンピオンベルト狙ってんの。プ <laughs> ロレスじゃないんだから、<laughs> 誰でも彼でも出てこればいいってことこじゃないの。ぬ <laughs> ーあつ別が勝ちました。珍しいですね。<laughs> 突き倒しましたね。突き倒しは珍しいですね。まあワンパクもアの突き倒されるっていうのもなかなか珍しいんですけれども。珍しいですね。これもね。まあ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 ヌアツベツまあ今後も頑張ってくれるんだったらそれに越したことはないんですけれども。ね たただワンパクはちょっと残念でしたけど、ね、立ち合いも何か中途半端な立ち合いでしょ2人とも。何、ね、か、なんでしょう、あの、結びの一番らしからぬ <laughs> らしからで、ね。中途半端な立ち合いでしたね。両者、まね、本当に見合ったという立ち合い。そ,ね、そこで、ヌガツバスがカウンターの一発みたいな感じでしたね。わんぱくもあっけなく倒れて、これで大関の全勝はいなくなりました。<laughs> 残念ですね。 えー、勝ったヌーアー別初日が出て1勝2敗、1泊敗,敗れて2勝1敗と、これどういうことですか <laughs> いやどうしましょうね、えー。私、全勝の上位陣というテロップを実は用意してあったんですけど、<laughs> なんとこのような状況になりました。全勝の上位陣です。カカビビアアンンですよカービアン1一人だけ。<laughs> いやーまあまあまあ、まあ、カビアンはね確かにこう優勝戦線常連の力士ではありますので、はい、まあいいんですけれども、はい、ただ北かが全く出てこないってどういうことですかね上位陣上位陣大関 <laughs> 関脇小結大関6人もいるのに名前がないわけですよ 平幕の全勝力士を口頭で申し上げますと、はい、え前頭4枚目のハッピー新潟タン、うん、5枚目ののっぽろえもん、うん、そして15枚目のあ、失礼しました8枚目の白石島,そ,白島そして15枚目のえべつ丸というまあ意外ともう全勝力士というのは絞られているんですうんうん、うん、早いですね早い段階でもう序盤を終えた段階でこれだけしか全勝がいない,い <laughs> まだ3日目ですよこれは大混戦になりそうな予感ですね、はい そうですよ。キリダンサー負けてらんないですよ。キリダンサーもですから可能性としてはもう十分。はい。ツナトリに向けて <はい S 2> 優勝ラインが下がれば下がるほどキリダンサーは可能性が出てきます。はい。で,ですからね。うん。<うん S 1> まああれですよ巻き込まれてる場合じゃないので頭一つ抜きん出てほしいところですね。キリダンサーあと全部頑張って勝って。ね。うん。これはちょっと意外です。ね。この場所は意外です。 6人も大関がいて <laughs> しかも協力と言われた今場所の大関陣ですから <laughs> そうですよ。ね。<laughs> はらんですね、これ。いや、エクシニさん、ありがとうございます。大関全員全勝いなくなると書いてくれてますけど、うん、これ、あのーね、相撲ファンの方がこのツイートを見たとしたならば、うん、何やってんだよってそう,そうなります、ね、感じになりますよね。<laughs> ありますね、この勢いでいくとねえ、四股破に至ってはもう相撲になってませんからね、本当にあの、内容も残念なんですよ、はい、負け方としては、<え>このもう星だけを見るんじゃなくて、<え>内容が良くないので、はい、今後に期待が持てないんですよ。<laughs> ね<え> <laughs> まだ3日目だからっていう気持ちになれないんですよね。1年前の優勝力士もちょっとここまで言われてるようではね <laughs> そうなっちゃいますからねこれは <laughs>、ね、ちょっと残念ですよね<ー>牛乳パックで上相は実況中継平成25年1月2月場所果たして中盤以降どんな展開になるんでしょうか、えー、我々も全くこれは読めなくなってまいりました。<laughs> わかんない どうぞ四日目の中継もご期待ください、えー、このあたりで、えー、お別れといたします生放送ご覧の方はこの後四日目引き続き午後四時からの中継予定となっていますどうぞよろしくお願いいたしますここまで実況私山田大輔そして解説行事たたき役は海坊津でお送りしました序盤を終えてなんと全哨の上位陣はこの関脇カスカビアンただ一人というこのテロップをご覧いただきながらお別れといたします <laughs> それでは、四日目の中継でお会いしましょう。さようなら。